コンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才二塁手作成、右投げ右打ちのセカンド、フォームはちーちゃん、好きな球団は、球団固有キャラは出てこないんですが巨人でやっていきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。ドン。星167。まあ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 、ステージで腹のたっちゃんか。腹のたっちゃんめちゃくちゃね、後ろでねハッチが泣いてるまだ、いや、どんだけ泣くのってぐらいね、ハッチが泣いてます。現象たまらん。ナイス回復。いやー、元気だね。冬でこたつに潜ってるかと思ったら、ハッチは元気に外で走り回ってるぜ。うん、家の中、完全家中飼育なんで、外にはね、病院以外出したことないんですけども、めちゃくちゃ今元気ですね。お昼寝し終わった後かな。あー、これ。シャッフルか。シャッフルしよう。赤おにぎりはどこ行くか。おお、おお、まあまあまあ。これね、ハテナマス。おお、ナイス。回復量素晴らしい。で、やる気が欲しい、やる気が欲しい、やる気は満々。オッケー。降格。あ、選手くんなら行く。よしおい、弾道いいじゃない、いいじゃない。で、ミートアップ。はい。ヒーリング落とす。俺の友達、早くも消える。マジか。まあ、友達ぐらいね、いなくてもね、ぼっちでやっていけばいいのよ。一人で生きていけばいいのよ。でもさ、一人って寂しいよね。一人で生活するって。わーい、ナイス。あー、ごめん。オッケー。一人で生活するって、まあ、一人暮らし自体は、まあ、したことがないっていうわけではないんですけど、寮で、まあ、生活してた時期がありまして、入社して最初だね。最初の、まあ、1年ぐらい。で、その後、まあ、寮を出た直後に、八嫁と同棲し始めたんで、まあ、実際一人暮らしっていう一人暮らしは、ま、したことがないに等しいのかな。ナイス。まあ、それでもね、実家もともと学生の頃とかね、いた時は、まあ、家事とか洗濯物とか、まあ、両親が共働きだったんで、まあ、兄弟、三人兄弟の自分真ん中なんですけど、まあ、兄弟でみんなでね、分担しましたね。洗い物とか洗濯物とか、ご飯作る係とか。正直、まあ、自分一人っ子だったらかなり辛かったなって思うんで、一人っ子の人たちすげえなって思う。兄弟がいたからゲームする相手とかね、親が共働きで家にいなくても、話し相手がいたりとか、そういうのすごい思う。早いよ、来るの。兄弟持ちが多いのかな？どうなんでしょうかね？最近は、多分、一人っ子が増えてる気はするんだけどね。自分の周りでも、まあ結婚して子供がいてっていうのは、大体が、まあ兄弟っていうか何？一人だけしか子供がいないとかが多いんで、二人以上、まあ、三人以上はほぼいないかな。これちょっと弾道と宝箱と回復いきます。ほうきゅー。正直弾道いらんかったけどね。皆さんは何人兄弟ですか？超回復強っ。いやー、会えないか。超回復軍が強すぎて。いやー、まあまあまあ、これは終わろうかね。さあ、ラスト、ラスト。いい感じに能力は伸びてる。まあ、ただ、セカンドなんで、守備補給、もうちょいね、上げていきたいところだ。シャッフルするか？逃げる。選手は逃げる。シャッフルして。おー、おー？おー。悪くない、悪くない。で、赤はこれ通ればいいだけで。ドン。はっ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 は。俺の勝ち。俺の勝ち。おぉ、ちょっと動かないわ。ずるいって。ふざけんなよ。
ふざけんじゃないわよ。あ、勝ったわ。はい、メガ進化。回復量15。余裕。ちょろいぜ、この女。この回復量。まあ、ちょっとね、ミートが出たのはもったいないけどね。待って、これさ、守備にしちゃっていいんじゃね？え、いいじゃん。守備にして、守備 S まで持っていけるんじゃない？おい、ナイスパワー。上げてけ、上げてけ。ガンガン上げてけ。トイ。あ、回復量すげえ。強え。うわぁ、どうしよっかな。この守備。まあ、行くんだけど、減少、最後、このハテナ残しとくことが怖いよね。ナイス、総力。まあ、肩欲しかったな。お肩さん欲しかったっすね。まあ、ここで減少引いても大丈夫か。強かったわ。ナイス、総力。ここで大減少で死亡です。そんな動画、あってたまるか。はは、ノリノリ。終わったな。終わったな。もうなんも。ここまで行くにもね、ヒーリングもないし、最後、ここだけ取って。無意味な守備を取って終わりましょう。超守備職人。めちゃくちゃ好きなんだけど、守備型のセカンドめちゃくちゃいいっすね。弾道3ぐらいがちょうどよかったかな。ということで、名前設定、行ってきましょう。はい、名前設定しきました。名前。星539から、コサックくんという名前になりました。いかがだったでしょうか？基本能力、コーダ型の守備型。特殊能力、広角打法のみは寂しいんですが、それでもいい選手なので、オートペナント期待して回してみましょう。はい、1年間、オートペナント回してきました。結果はこちら。打率、3割1分9厘。ミート S100 でタイトル取れませんでした。西川さんに首位打者持っていかれた。残念。それでも、188安打。見事ね、最多安打のタイトル。そして、なんとね、33本打ってくれました。弾道4のパワー B だぜ。でね、今回、巨人の1番バッターで、100打点。すごくない ?1 番バッターで3割30本100打点を到達してしまうと。神ったわ。コサックくんナイス。で、まあ、得点圏打率もプラスですね。よくやってくれたと。あとは得点が109。これも最多村上くんを超えていったと。三振数はまあ92か。ちょっと多いかな。まあ多くはないんだけども、まあミート S100 に対してはちょっと多いかなって感じですか。あとはフォアボールが96の盗塁11。塩見さん。塩見さん53個えぐいね。まあ成功率ね、733と。まあ11盗塁にしては頑張ってくれたかな。総力 C でね。はい、ということで、あとは猛打賞20回。これは最多 OK? で、対左対右はあまり大きくは変わらず。出塁率418の OPS949。ということで、今回のコサックくん、取ったタイトルは、最短打、新人王、ベストナイン、ゴールデングラブの合計4つでした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。